か、兄弟子に歯向かうグレイと私の生き方をお許しください。私が弱く未熟であるとは承知しています。ただそれを邪魔する者からは逃げない。ただ自分の生き方くらい自分で決めたい。それはきっと男も女もあるいは立場も関係なく、誰もが持つ人として当然の感情ではないでしょうか。どうかご理解ください。聞くに耐えんな。それは侍の生き方ではない。この島は戦場のごときもの、女子供は場違いだ。いつの間に。戦場では刀はその場で調達する。